神戸外国人居留地2番にあった、ウォルシュ商会1872年。左から2軒目の建物が、ウォルシュ商会ウォルシュ兄弟は、幕末から明治にかけて、日本で活躍したアメリカ合衆国出身の、実業家兄弟。外国人居留地で経営した、ウォルシュ商会は、日本で、初めて成功したアメリカ企業の一つ。兄は、トーマス・ウォルシュ。 弟は、ジョン・ウォルッシュ。ジョンは、アメリカ合衆国初代長崎駐在領事も兼務した。長兄のリチャードと、弟のロバートも、事業を補佐した。ニューヨーク州ヨンカーズのアイルランド移民の子として、生まれる。兄弟は、アジアで、実業家として成功することを夢み、上海で貿易業を営んだ。1854年に、 長崎居留地が設けられると兄弟4人で1855年頃に長崎に移住し貿易業を営んだ。1859年から1965年までジョンはアメリカ合衆国初代長崎駐在領事も務めた。ただし無休だったようである。1862年頃にジョンは日本人女性の山口林と結婚し娘愛子を設けた。 横浜港が開港した1859年に、小農、金、絹、茶を扱う商社として、トーマスとジョンが、ジョージ・ホールと共に、ウォルシュ・ホール商会を設立。ジョージ・ホールは、ハーバード大学医学大学院出身の医師、横浜居留地にもいち早く進出した。1862年に、ジョージ・ホールが帰国することになり、その後任にフランシス・ホールを、 経営陣に加えた。なお二人のホールは知人であるが、親族ではない。三菱の創業者、岩崎八太郎と婚意になり多くの仕事を手掛けるほか、後に三井物産の創業者となる、増田孝を一年ほど雇っていた。高田商会の前身である、ベア商会のマルチンベアも同時期に働いていた。1868年に、 神戸外国人居留地が設置されると、同居留地でも営業を開始。なお、神戸外国人居留地に召喚を構えた直後、兄弟は1871年から1872年にかけて神戸へ移住した。長兄、リチャードの妻とその兄も1874年頃から神戸で暮らした。ウォルシュ商会は日本へは武器や軍艦を売り、日本からは キー糸や食品を輸出したほか、兄弟は神戸で木綿のボロを生止原料として欧米に輸出する事業を手掛け、収益を上げた。当時木綿は藍染めされていたため、色素を抜くために石灰を混ぜて固めた状態で輸出していたが、石灰が木綿に含まれる水分と化学反応を起こして発熱し、 輸送中に発火する事故が多発していた。そこで、兄弟は木綿をパルプ状にして輸出する手法を考案した。製紙業を本格化させるため、1875年に二人の弟のロバートをアメリカに研修に出し、翌1876年には、神戸外国人居留地近くの三宮一丁目に、元イギリス講師のラザフォードオールコックとの共同出資により、 製紙工場を建設し、アメリカから製紙機械を輸入して、紙の製造を始めた。神戸製紙所は輸入製品の不当連売に苦しみ、経営に行き詰まりを見せたが、長崎時代に、信仰のあった岩崎八太郎から、資金援助を得て、創業を続けた。兄弟は、次第に、事業の軸足を、製紙業に移すようになったが、1897年8月に、 ジョンが神戸で急死弟の死にショックを受けたトーマスは事業への情熱を失い、聖師書岩崎久也に譲渡した。神戸聖師書は現在三菱聖師として存続している。トーマスは事業譲と後に日本を去り、スイスへ移住した神戸外国人居留地に番地にあった、ウォルシュホール紹介の建物は開校当初の 神戸外国人居留地における典型的な建築物の一つとして知られている。召喚はメリケンハト場前にあったが、後に香港上海銀行に売却された。ありがとうございます。